ネギシアキラは、日本の法学者、弁護士、日本学士委員会委員、経済法学者、経済法が専門、神戸大学名誉教授、湖南大学名誉教授、兵庫県神戸市出身、1961年兵庫県立、清涼高等学校卒業、1965年神戸大学法学部卒業、司法修習生、 1967年神戸大学法学部助手。1969年神戸大学法学部助教授。1978年神戸大学法学部教授。1991年神戸大学評議員、1995年神戸大学夜間部修士。1996年神戸大学法学部長、大学院法学研究課長、評議員。 1998年神戸大学副学長2000年神戸大学大学院法学研究科長2006年神戸大学定年退官、同名誉教授高難大学法科大学院教授大阪弁護士会に弁護士登録2018年神南大学定年退職同名誉教授この他に1970年から1971年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員や、1994年から2005年、横田正都記念賞専攻委員、1999年から2004年、放送大学客員教授、2001年から2008年総務省、情報通信審議会委員、2002年から2005年、公正取引委員会参与、2010年から2012年、 司法試験交際委員など多くの公職を務めた。ありがとうございます。